今日もしやすいネットチャンネルをご覧いただきありがとうございます。料理の監修はデリシャスのリピーです。合いびきミンチを使った三色丼を作ります。まずは材料、合いびきミンチ 200g、 小松菜 1/2 束、そしてこれは炒り卵用の卵3個、そしてお酒大さじ1/2、みりんも大さじ1/2、そして鶏ガラスープの素小さじ1/4、それと炒める時のサラダオイル、米油、油です、大さじ1杯。これは肉を炒める時の調味料になります。まずはお水大さじ2杯、みりん、お酒大さじ2杯、砂糖大さじ1杯、そしてみりんが大さじ1/2、お醤油が大さじ1/2、そして一番最後に入れる、生姜、小さじ1杯、すりおろし生姜です。まず小松菜を湯がきます。お湯が沸騰したら茎の方から入れてください。徐々に葉っぱの方も入れていきます。2、3分経って茎がちょっと柔らかくなったら揚げます。水でさらしてください。茹で上がりました。このまま置いておいてください。炒り卵を作ります。まず卵を割って入れます。で、ボウルに入れたら調味料を入れます。まずお酒、みりん、そして鶏ガラスープの素、そしてよく混ぜておきます。では炒り卵を作ります。フライパンをよく熱して油を入れます。よくなじませてください。油が足りなければ足してください。まず弱火にします。で、卵を一気に入れます。ちょっと固まりだしたら混ぜていきます。1分ぐらいでこのように出来上がります。あまり火を入れると焦げるので注意してください。このようにして出来上がりました。
卵が固まるので出来上がったらボウルに移しておいてください。このように冷まして出来上がったら早くフライパンから出しておくようにしてください。卵が固まってしまいます。では冷ましておいてください。では合いびきミンチを炒めます。フライパンをよく熱してください。中火ぐらいにして油を残りの油を入れます。油足らなかったらまた入れてください。よくなじませて、肉から油が出るので注意してください。まず肉を炒めます。火は中火です。よく炒めてください。固まりをなくすように炒めてください。最初に水、お酒、砂糖を入れます。さらに炒めます。調味料を入れてさらに1分経ったら、次はみりん、お醤油も入れます。これで水分が煮詰まってくるまで炊きます。火は中火の弱にして煮詰めていきます。2分ほど煮詰めてこのように出来上がりました。こんな感じです。肉もこのようにパッドに移して冷ましておいてください。小松菜は3、4センチぐらいの長さに切っておいてください。このぐらいです。このぐらいの長さです。器に盛り付けるとこのような感じになります。この後の献立も見てくださいね。今日の献立はコールスロー、イワシの干物、薄揚げの味噌汁、合いびきミンチの三色丼です。ではいただきます。その他のレシピはウェブでも公開中です。最後までご視聴いただきありがとうございました。By Shasui Net.